から退職中になりまして、小宮小学校に移動してるん でその9月2日からこの11のデモに参加してきました。そうほぼ毎回の、はい、このハイファルバカリヒューはの二宮さんとか一田さんとかそういう人たちがこのデモを始めまして、ずっと私はこれ八王子でのこの行動にずっと参加させていただきました。まあ、たまに休むこともありましたけど、そんな形でやりました。当時は小安公園というところから、八王子南口駅前を通り、そして東京電力の八王子営業所前を通って、この、船森公園まで歩く、そういう形で、デモをしていました。大体1年半ぐらいでしたね。始めた頃から原発反対の歌を歌ったり、それからヤギの神奈川の人がヤギをも連れてきたり、それから、4月のあたり桜が見る会はちょっと夜じゃなくて桜を見る、原発でもやって、子供ありました。小安公園から出発して藤森公園の方に行ったっていう、ちょっと、ちょっと 変わったデモをしたこともありました。そして小安公園から大体1年半ぐらい戦う段階で、私たちが実行委員会という形でこのデモを実行し、そして、2014年ぐらいだったと思いますけど、またこの小安公園から小安公園がちょっと改装の時にこちらから、デモをするってことになって、あ、こちらの方がいいんじゃないかということで、始まりました。だから、ちょうど10年目ぐらいで、10年目で今年10年、今年の9月で10年経ったところなんですが、そのうちの7年か7年が、この小安公園からのぐるっと回るコースに変わりました。トゾワカン、七夕デモ、それからハロウィンデモなんかをやったりし、特に200回のデモの時は、希望の牧場、福島県の浪江と、小高にのちょうど境にある希望の牧場というところから吉澤正美さんが お呼びして、牛を飼っていたそのトレーラーを引っ張ってずっと回ったということを思い出します。それがちょうど今日400回ですから、半分の時にそんなデモをし、そう続けてきました。正直先ほど400回で何て言ったらいいんだろう、おめでとうっていうのはおかしいよねって思うことがありましたけど、本当に本来ならばこの100回ぐらいでもう原発はやめますっていうのがあれば、ぜひこのデモはこんなに続けることはなかったんですけど、まだまだ続けざるを得ないということですから、これは、お祝いではなく残念ながらでもこういう形で進めていくということで、400回を迎えることになりました。まあ、今日は、ちょっと早めにそんな前段をお話ししながら、ちょっと400回に向けにちょっと来ていただいた方々に一言ずつもらったりして、出発前の時間を過ごしたいと思っています。それから原発なくたってだっていう歌も歌いながら、少し今日はまた歌えたらいいななんて思っていますが、ぜひ皆さんも、これから今日6時半から40分まで、まあ、40分間ぐらいなんですけど、歩いて、またデモをしていきたいと思います。400回目でデモをしていきたいと思います。途中デモではなくて八王子の北口で、スタンディングという形でコロナのためにデモではない形で八王子行動をしてきましたので、そうしますから、まあ、正確には400回歩いたわけではありません。まあ、そういうこともありますので、まあ、でも八王子行動としては400回目を今日迎えたということです。もともとは、原発事故が起きた後、2011年のもう6月ぐらいから国会前、官邸前で、
大きな動きがあり、そして国会周辺ではいろんな原発反対の金曜日に、原発反対の集会がいろんなところで行われていました。正門前の近く、それから、図書館前近くのとか、そういうところで、私たちのこういう形で市民が本当にざっと集まるようなちょっとしたところから始まったところ、そして国会まで行くまではちょっと厳しいなっていうところがあって、八王子でもできないかなっていうところが初めだったと思います。後からその辺は石田秀樹さんから話があるかもしれませんが、そんなことで400回を迎えています。この間本当に私たち実行委員会が最初の2012年の当初は、はかるばかる広場の方々の先導でしたけど、半年後ぐらいから実行委員会になりました。その時にたくさん毎回、みんながいろんな人まで来ていましたけど、ずっと続けて来てくれてる人たちがなんとなく集まり実行委員会を作ったということです。最初と私今使っているマイクも、最初は生活者ネットで、使っていたマイクをお借りして毎回自転車で運んでもらう形でデモをしていたのを覚えています。そういう八王子市民のいろんな人たちがこのデモを支えてくださったなと思っています。特に今日は、私たちの実行委員会の中ではないんですけど、本当にいつも早く開始前から来ていただき、私の大先輩なんですけど武田さんっていう方がずっと見守ってきてくださっています。ちょっと途中足が悪くて歩けないよってことで、集会しか行かないってこともありました、行けないよっておっしゃることもありましたけど、ずっと見守ってくださった武田さんに一言ここで初めにお願いいたしますでしょうか。すいません。武田です。杖を離せなくなっちゃって、困ってるんですが、最近記憶にないという言葉が、乱れ飛んでますが、私も足が悪くなると同時に記憶の方もあやふやになりつつあります。でもやっぱり覚えてることは覚えてるし、あんなに私から見れば若い、人がですね記憶にないなんていうのは、全く信じられないわけです。70年弱になりますが、私が中学生の時に、山際という大変優秀な、人がいまして、同級生がいまして、名前も今話題になっている彼とよく似てるんですが、そのぐらいの記憶は私も、あります。だから彼の記憶にないというのは、ごく最近のことを言ってるわけですが、ずいぶんひどい話だなというふうに思います。ところで、今西田さんの方から署名が、40年を超える原発についての署名が、提起されてますが、その裏なんですかね、あれは文書が趣旨の、要請の趣旨が載ってますが、端的に40年を超えてなぜ、延長するんだということに対する極めて的確な指摘が書いてありますので、ぜひ皆さんも読んでいただけたらというふうに思います。最近の朝日で、原発なぜ今原発回避かというようなことが、論壇として賛成派と反対派一人ずつが、論じておりました。反対の方は私どもよく目にするわけですが、
賛成の論を張っているのは規制委員会に関係した人物でありますが、そこで言われているのはよく聞く、これもよく聞く話で、まあ、電力危機が差し迫っていると、それから、原発の開発もかなり小型化され大きな事故につながらない、そういう原発が開発されていると、大丈夫だというようなことを論を張ってます。要するに電力危機、電力危機というようなことを盛んに振りまきながらですね、この40年延長問題を今まさに回帰して、原発回帰の流れの中で進めようとしています。今私たちが下がったらずるずるとこの原発回帰派が力を伸ばしてくるというふうに思います。400回を迎えて、さらに401回、402回というふうに、残念ながら私たちは運動を続けなければならないというふうに思ってます。私もまあ動ける限りですね、だいぶ記憶が曖昧になって忘れたなんていうような、そのうち言い出すかもしれませんが、山際には絶対負けないようにきちんと覚えて、いたいというふうに思います。どうも今日はご苦労様です。どうもありがとうございました。すみません、今日多分一番遠くからいらっしゃったと思うんですけど、青梅から一人来ていて、浜田さんから一言お願いします。こんばんは。400回だそうで、おめでとうございます。おめでたいと思うんですよね。いろんな意味でね。だけどこういう運動が例えば日本中で起こったら、もうかなり変わってんじゃないかと。それで私ここ今このこういうのをお借りしてね、下げたんだけど、このあらゆる運動のやっぱり見える化の工夫がね、必要なんじゃないか。専門用語やなんかをいっぱい並べてもね、そこを通ってる人は何言ってるのか全然わからないと。でまして、子どもたちに分かるようにどういうふうに伝えればいいかっていうことをもっと工夫しなきゃいけないんじゃないかと。それでなぜかって言いますとね、子どもも主権者なんですよ、生まれた時からね。それで私たちももちろん主権者なんだけど、投票権持ってるんですよ。子どもたちは自分にとって困ることをね、主張する方法が、国に対して主張する方法がないんですよ。じゃあやっぱり大人は変わってね、子どもの主権を守る、子ども、次世代の子どもたちが困る社会を残しちゃいけないということで、主権者である子どもたちからのね訴えを、ちょっと流しますので、聞いてください。気持ちになっちゃったから、これは中学生と小学生が自分たちも主権者だっていうことをね、だから大人の人たちにお願いしますよっていうことを訴えた。こちらはパレード in 青梅の宣伝カーです。大人の皆さん聞いてください。私は中学2年生、選挙ができない主権者よ。
僕は小学6年生、受験者だけど選挙ができないよ。ウクライナで子供がたくさんたくさん死んでいる。大人が始めた戦争で子供が毎日殺される。戦争する国なんてそんなのは嫌だ。そうだ、日本の大人にお願いあるの。戦場で戦争する人入れないでよ。メッセージを伝えに来ました、子供たちに。はい、手作り の音源で本当に子供たちの声が出て、なんかあったかい感じがする運動ですね。ありがとうございました。本当に今日は遠いところからありがとうございます。ちょっと紹介していきますけど、今日は、ね、10.21、 ご存知の方は多いと思います。国際平和反戦デーで、実は横田基地の方周辺でちょうど同じ時間に今集会を行い、横田基地をのところをデモをするということで、いろんな団体、特に労働組合が動いてます。で、実はここに本当はその森さんという方が来るはずだったんですけど、そちらの方に行くということでちょっとメッセージが届いてるそうです。10.21 のその集会の方に出ている森義彦、市議がどうしても本当はここに来たかったので、メッセージを寄せるということでした。でメッセージを本当は代読しなくちゃいけないんですけど、ものすごく丁寧に長いメッセージなので、私はもうちょっと皆さんにを発言していただきたいと思いまして、お名前とちょっと用紙だけお伝えしますというふうにちょっと言ってしまったんですけども、もう原子力と人類は共存できない。そして、汚染は福島 の原発のですね、周りにとても汚染地区が広がっている。しかしそこに国は、人々を返そうとしている。そしてそこで働いているですね、自治体の職員がもう非常にですね、日常の業務とそれから復興業務、この2つをやらなくてはいけなくて、メンタル的にも、大変追い込まれて、辞めていく人が多いそうです。そういうことを、この方は自治労の方なのでそういうことを言って、市議、森さんは言っています。ですから自治体 その職員にとても負担がかかっている。もちろん住民もそうですけれども、そういう無理なその基幹政策を取っているためにそういうことをしているということをとても詳しく書いてありました。それでそこだけを私はお伝えするということで、森市議からのメッセージです。ここに連帯したいということでした。代読です代読といたします。ありがとうございます。じゃあ、またたくさん参加してくださっている方が、すいません、あんまりたくさん参加しているわけではないんですけれども、今は東大和市に住んでいます。それでもうすぐに80歳になるので、なんかコロナも怖かったり、ちょっと気力も落ちたりしてちょっとお休みをしてたんですが、メールでいろいろ情報を聞いて、本当にこの、団体はよく勉強しながら、いい人間関係を作りながらやってるのが素晴らしいなと思って、今回400回っていうことをお聞きして、ぜひぜひ、出席させてもらおうと思ってきました。で東大和市は立川に近くて、砂川闘争 の勉強もずっとやってて、基地問題で沖縄ともつながったり、さらにその所沢の方ともやはりその軍事基地の関係で広がりがあるなっていうことで、少し近所ならできるかなと思って、公民館を中心にしてそんな活動をちょっとずつしてます。本当に皆さんの本当に持続的な行動、もう本当に国家は信用できなくて、やっぱり市民の力を太く大きくしていかなきゃっていう、気持ちを感じながら、私もちょっとだけ頑張らせていただいてます。
今日はありがとうございました。あ、どうも。はい、突然今お願いしたんですが、はかるわかる広場の事務局をやってらっしゃる鈴木恵子さんが来ていますので、ちょっと、はかるわかる場の広場との関係とかちょっと話していただけると。皆さんこんばんは。久しぶりに参加させていただいています。本当に400回続くなんてもうこれは驚異的だし、皆さんのその持続力に心からの敬意を表したいと思います。これはそもそもはかるわかる広場が一番最初に発起人であった、西田さんと二宮さんが発案してでやろうと行動しようということで始めた会デモだそうです。私はその頃直接事務局にはおりませんでしたが、で二宮さんは転居されて出られたんですが、今日はメッセージを寄せられて西田さんのところにメッセージを寄せられて、あ、メッセージない、え、来てましたよ。いやいや、だから仕事が忙しくて出られなくて申し訳ないけれども、皆さんにくれぐれもよろしく伝えてほしいというのを私が横で読んだんです。ぜひ皆さんのその持続力で、それに心から敬意を表したいというふうにおっしゃっていました。はかるわかる広場はもう、ここで金八デモと同じように2012年から始まった広場ですけれども、まあコロナの間も休んだりやったりしながらなんとか持続してきました。皆さんのいつものご協力、西田さんの声かけに本当にたくさんの方が誠実に応えてくださって、いつも応援してくださるのが一番金八デモの人たちなんだよっていうふうに言われています。本当にその通りだと思って心から感謝の気持ちを伝えたいと思います。本当にどうもいつもありがとうございます。これからもぜひ頑張ってやってください。私もできるだけ出ます。急に振ってしまったんでごめんなさい。はかるわかる広場と本当に高橋さん来たよ。高橋さんいらっしゃる。高橋さん駆けつけいっぱい駆けつけ3杯で初期の頃小安公園でずっとやってくださって、ここの実行員の人うちの一人だったんで、ぜひ一言いいとこにいらっしゃったな。本当にいいとこに見えないのよね。高橋です。本当にご無沙汰して申し訳ないんですが、本当に今日で400回ってことですよね。全くなんかなんでしょうね、本当にただ頭が下がる思いなんですが、この報道について。ただ今日本って今どういう状態にあるかっていうと、原子力緊急事態っていうのがまだ継続してるわけですよね。で、国際基準の20倍甘くなっちゃってるわけですよね。で、そういう状態で今の現政権、岸田政権そうですけど、とにかくこの原発をね、まあ、11年経った原発を再稼働はもちろん、期間延長、さらには新増設まで、本当にありえない、原発事故を起こした日本としては絶対ありえないことだと思います。だからこそやっぱりこういう市民の手掛けっていうのが本当に必要だと思いますので、本当に粘り強くやっていかなくちゃならないと思います。本当に僕もなんか本当にもう ずいぶん顔出してなくて本当に申し訳ない。本当に頭が下がります。ということで今日は頑張りましょう。ありがとうございます。ご存知だと思いますけど、とっても音楽的にすごいセンス持ってらっしゃって、太鼓を叩いてもらったり、いろんなことやってもらったりしました。で、実は
高橋さん、まだ車の番号は311ですか？自動車のね、あのナンバーは311なんですよ。福島の話が出たんで、ちょっと私の先輩で福島へ本当にいろんなあの形で、出かけて行って、福島の移り変わりよくご存知の高木さんがいらっしゃったので、ちょっとすいません、この10年間の福島の様子お話しください。高木と申します。今日は西田さんから声をかけられた一人です。400回だからぜひ来てねという名義をもらって、あ、10.21 だな、それも含めて、ちょっと私なかなかあの他の用事があってこれ参加できてないんですけれども、今日は他をこちらを優先してきました。で、私はあの八王子教職員組合のものだったので、3月11日の被災原発事故が起きた2ヶ月後に、障害者の救援活動というのに入りまして、現地に入りました。本当にあの時の3月の5月ですから、町の様子、海岸沿いの様子、すごい厳しいものがありましたね。本当に歩いてるとこういうところに板があって、そこに赤い×印があって、そこは遺体が発見された場所というのは本当にあちこちに見えました。それから津波で流された家や車があちこちにありますし、それから船もあちこちに見えました。そういう状況の中で、本当に3月11日以降何回か被災地を訪れました。それをきっかけに八王子の教職員組合でぜひ福島に行こうよってことの中で、毎年福島に行っております。で、ここをコロナで 2,3 年行けなかったんですけれども、今年また計画をしておりますので、ぜひこの福島の町の変わりようを見ていただきたいなというふうに思いました。私も学ぼうと思います。どんなふうに変わったのかと言いますと、本当にね、漁村、漁師町、何にもなかったところが何があると思います？すごい研究施設です、ビルです、研究の建物がいっぱいあります。で、最初行って聞かれた時に、教えていただいた時に、なんでこんな復興の一つとして建物や研究施設ができるのかな、それもすごい建物なんですよね、ドローンがあり、なんて言うんでしょうかね、解体施設があり、いろんな研究施設があって、そういう研究施設も見せてもらったんですけれども、なんか漁師町の復興には合わないなという違和感をすごい持ってたんですね。そしたら最近ある講演で、これは、基地は沖縄で、軍事の研究が福島に動いていると、そういう指摘をもらったんですね。そしてそれを聞いた後で、ああそうか、軍事を研究する研究支店として福島の誰も行かないでしょ、みんな住民がいなくなっちゃったでしょ、その後にすごい建物を建てればそこで十分な研究ができるんだというふうな講演の内容を聞きまして、納得と思いましたね。本当にね、復興の後の町じゃないですよ、復興の後の研究施設です。本当にこういう高い建物がこんな狭くなってない広い土地の中に本当に研究施設があり、いろんな設備があり、そこのところにそういうドローンをはじめいろんな、なんていうんですか、研究施設が置かれてるんだなとに思いました。だから原発事故の後の福島の復興というのは何なのかというのもね、よく分かったなというふうに思います。そういうふうに使われているということは、またそれでね、また原発の再稼働になり、新しい原発ってなりますから、その研究の下地になってんじゃないかなとすごく思いました。で、復興と言いながら本当に町や村の人たちの願っている復興なのかなっていうのを改めて本当に現地に行くと疑問に感じます。福島とつながって一緒にまたこの那智勝原発に関わっていきたいと思っています。以上です。私と福島の旅でよく行ってきたんで、今日だけこんなやつもつながろう3.11福島
相馬野馬追の福島県のマークとその相馬野馬追のタオルです。こんなやつを今日ぶら下げて歩こうなかなと思ってます。それから今日ご紹介ですので今も持ってますので、これをちょっと持っていただく方はよろしくお願いします。岸田さん、じゃあ最後にまとめたからね。ちょっとじゃあ、もう一人どうぞ。何短くでいいから。はじめまして、写真家の中瀬と申します。400回目にして初めての参加です。お手柔らかにお願いいたします。まあ今日ここを来ようと思ったのは、まあ、岸田政権がいきなり、まあ、もう条件再稼働みたいなのを追っ始める。これもう恐ろしい。また何新型炉、あんなガス炉っていうのはあれ最初東海の原発の1号機があれですよね。イギリスで開発されたコールダーホール型の原子炉、あんな古い技術をさも新しいかのようにマスコミも懸念します。とにかく福島の現状を見る限り、まあなんだか復興させられたかのように見えて、まだ現実何も進んでないという状況、明らかです。なんとか再稼働を止めたいということで、いろんな人に声届けばなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。じゃあ今日は中杉さんはずっと浪江町にかずっと通ってずっと壊されていく町を写真で記録しているそういう写真家です。もうずっと通ってるんですということで、ちょっと今日来てくれて嬉しいなと思ってお話してもらいました。今日はたくさんの方に来ていただいて本当に本当にありがとうございます。もう一人お一人にお話をしていただきたいんですけれども、30分という時間の中で果たせません。本当に本当にありがとうございます。そして私たち2012年の9月14日に1回目始めました。そしてその時に思ったのは、まあこんだけのすごい事故を起こしたんだから、この原発から足を洗うというかやめてくれるだろうと思って、もうなんていうんですか、半年とか1年とかそんなものだろうと思って始めたんですけど、なんと400回11年目です。もう私たちちょっと相当年取ってきました。そしてもうこんなに長くやろうとはやることになろうと思いもせず、本当に甘かったと思います。そして今中瀬さん言ったように新増設まで岸田政権は言っています。新増設ですよ。やめるんじゃなくてもっと増やすっていう新しい原子炉を開発するとまで言ってます。本当にひどいと思います。で私たち赤ちゃんだったね、これから歩くと分かるんですけれども、いつも手を振ってくれる子供がいるんです。それは赤ちゃんでした。お母さんが反対だったので窓辺で 赤ん坊を抱いて手を振ってくれてました。今その子供が立って、そして私たちのこのデモを待っててくれるんです。もう本当に最初はちょっとどうかなと思ったんですが、本当に私たちを待ってる。そして毎回手を振ってくれてます。もうここに私たちはいつも本当にこのためにデモしてるんじゃないかと思うくらいです。そして一つ言いたいのは、私たちは子供を守れ、そして原発はいらない、地震国に原発はいらないといつもコールをしてますけれども、原発を止めた裁判長という映画をこの前見てきたんですけど、その方が言っていることをですね、つまり人格権を一番大切なものとするために、地震国であるこのですね、
日本に原発は危険すぎる、だから原発は動かしてはいけないという、そういう大井原発判決を出したあの裁判長がこの映画の中で言っていることを、私たちは毎回コールで言ってます。命を守れ、そして原発は地震国にいらないと毎回言ってる、この樋口裁判長と同じだと思って、私は本当にああもうこれを言い続けて、そして岸田政権のこれには負けないで頑張り続けようと思いました。皆さんもどうかどうか一緒に声を上げていただきたい。そしてこの動きをもう本当におかしいですから、絶対に変です、この動きは、岸田政権のこの動きは、それを止めていきましょう。今日は本当にありがとうございました。